す。はい。気づかなかったの。知らないよ。もう仕事終わって帰ってきたの。ああ、しばらくだね。しばらくだね。うん。ああ、疲れたよ。もうあんた来るの知らないから、おやつもなんもなかったよ。そうだよね。だから今ね、みーちゃんね、みかんくれたの。さっぱりするよって。甘かった。甘かった。ああ、いい。うん、もう一年終わってきたよ。終わったね。カミちゃんとパーマかけてくれたけど、これこんなになって。フローしてって言ったのに。どうしてこんなになったんだろうね。フローしてたのに。綺麗にしてもらっても何もならんね。今年一年どうだった？今年一年、うん、そうだね。いやー、楽しかったよ、結構。そうかい。時折、カムさんの顔も見れるし。そうだね。忙しい時は、ね、忙しい時は顔見せないで、あら、どうしてるかなって、外に窓から覗いてみる。店までしてたでしょ。ゴミないかい。そうそうそう。何回食べたいものないかい。そうだね。もうね、YouTube はね、最後の動画ね、撮ったけどね、これ大晦日に出そうかな。あら、恥ずかしいよ。こんな感じで恥ずかしいし。あらら、ミロロロロロ。いや親子です。母です。こんな母親だけど。こんな母親の、こんな娘、もうばあちゃんだ。もうばあちゃんだ、私。ばあちゃん、ね、本当だったらもう孫みんないるもん。私、孫いないもん。そうだね。どうしよう。一生見れんかもしれんもん。いやいや、ごめんね。そんなことねえよ。ひ孫も見れんかもしれん。ひ孫って。見れる。見れるかな。うん。憧れてんだけどね。そのうちできる。そのうちできるの。一人でできないし、だって。ばあさんとかから見つけてきやる。あ、見つけてきや。募集しようか、ここで。何でもいいから、この人と一緒なんのせい。怒られる。かわいそう。怒られるね。YouTube やってどうだった？大変だったかい？それなりに楽しいこともあった？何時間以上も撮ってくれたよね。載せてくれたけど。おかしかったね。おかしやら、失敗作業。やり直させられた。恥ずかしいやら。緊張したやら、いろいろだったね。わかるわかる。わかるよ。あんた片は毎日ね。やっぱ毎日言ったら大変だからさ。そうだね。まあ、ゆっくりやらいいんだよね。私はね、もうちょっとね、2年ぐらい頑張ったの。ああ、すごいね。いつの間にか。でもさ、全然人気者じゃないからね。全然なんだけどね。ちょっと休みつつやろうかなと思う。そうだね。来年はね。頑張れば身がなる。なるけどね、やっぱちょっとね、毎日はね、大変な時もあるよね。みばあちゃんは毎日だってさ。みばあちゃんなんか、なんだか何を喋ってるんだかなんか、もう、恥ずかしい。緊張すんの？こんなブスな顔をみんなに見てもらって、今恥ずかしいこと。いや、私だって喋れなかった。なんかもごもご言っちゃう。カメラに向かってなって、喋れなかった。だけど、最近なら何も台本もないけど、喋って、変なこと言ったらカットしてんの。あららら。だって間違ってさ、喋っちゃうじゃない。方言みたいな。北海道弁とか。北海道弁ね。あとなんか、ふっかかったり、同じこと何回も言ったりするじゃん。そうだよね。でもね、今年も、いつも静かなお正月だけど、今年は特に静かな暮れだね。暮れだけど、寂しいから遊びに来てね。うん、わかった。寂しいから？いや、明日来るしょ。明日じゃない。大晦日からずっといるしょ、私。あ、そうだね。あ、来てちょうだい。ご飯食べるもん。あ、そうだね。うん。うち来てご飯食べてちょうだい。近いからいいじゃん。近いからね。五六歩走ってきたら着くかもしれないね、そうだ、五六歩でね。一人で迎えに来てくれる？あの、あれ。一人で、なんだっけ、引っ張って、ゴミとか乗せるような。なんて、なんて言うんだろう。ボブスレーで。ボブスレーで迎え。お正月、あの、山瀬行って遊んでくる。うん、タコ揚げしてくる。今年タコいっぱい売ってたよ、あの、揚げるやつ。ここら辺電柱が多いから。うん。タコ上がらない。昔大丈夫だったんだけどね。学校のグラウンド行ったらグラウンド行けば上げれると思う。上げれるよ。やるの？昔ね、タコ揚げはね、したんですよ。すんごい、すんごい上までね。田んぼ行かなかったからね。田んぼ。すんごい上まで上がってね。そうそう。見えない。ちっちゃくなるまで井戸伸ばしね。田んぼだったからね。ここで町来たら、もう住む。できないね。住む電柱、両隣電柱の線入ってないもんね。ない。だからね。農家まで行って、農家の畑借りらなんか。電線にね、引っかかっても大変だしね。そう。なんか、何かと間違って、打たれても困る。
っていうこれね、来ればいいのにね。あのよくたまに帯広畜産大学のさ、そうだね、気球お正月みたいな時に飛んできたよね、うちらのさ、ね、今年そうだそうだ、何回か来てるのかな、でも見てないな、うん、でもいいんだってこの辺一番物がないから、障害が物ないから、気球飛ばすのも、なんか来たもんね、うん、写真に撮ってあるよ、来てたよ、この間もいつだったかも来てたらしいよ、なんだかんだって1年終わったね、終わったね、もうあと3ヶ月雪の中で、3ヶ月過ぎたら、ぼちぼち雪解けの あれだよね、気配が出てるんだよね、うん、思うけどね、そう、こうやってやったら似てんじゃない、これ、うん、そうやってやったら似てる、これ私は髪切ったらなんかすごい、ね、丸くなったの、私は博士に似てるの、博士だよ、博士、じいちゃん博士って呼ばれてんだよ。ああ、なんだか髪切ったらカッパのカツゴロみたいな。カッパのカツゴロって何？カッパのカツゴロみたいな。ひどい。なんか丸顔の。丸顔でいいし。いや、丸顔だもともとね。そうですね。丸い顔に、目は片目のツンバ。ちょ。鼻は空向いてるし、めちゃくちゃだね。ひどい、最近ここ痒いんだ。目のとこ。なんか荒れてんだよ。目ができるんでね。違うんだ。二重のとこがね、カサカサなんだ。でね、薬もらってるけどね、あちこち来るんですよ。大変だわ、年取ったら。そうだね。うん、53歳だもん。兄ちゃんも53歳の頃は何してたかな。うん、あれ、翔や、孫生まれてた。そうだね、53歳。それぐらいで54ぐらいで世話してた写真あったよ。そうだね。うん。年齢書いてあったじゃん。うん。めんこかったな。私の時、誰もいない。人形も全部抱っこして寝るかな。大変でしょ、実際孫いたら大変でしょ、どうだろうね。あの子手かからんかったから、体重は重かった。よく遊びに来てくれたりね、近かったから。うん、今でも近いからね。おいでーって言ったら長靴、左前に履いて、右と左とか、あれして履いて、パッタパッタパタパタ履くんだけどね、あの頃ね。でかくなっちゃうね。今はもう、見上げても、もう、ほーら、ほーらーって言ったような感じ。敗北になっちゃった。敗北。ゆっくり割っちゃった。大変だ、うん、でも来年ね、どうなるんだろうね、そうだよね、まだね、じゃあ、ね、何もなりたくないね、来年はみんなでワイワイって遊びに歩いたり何でもできる、そういうの動画も撮りたいよね、そうだね、猿山、猿山も結局行けないで終わっちゃったよね、猿山、猿山ね、みーちゃんとか待っててくれるはずだったのにね、みーちゃん親だからね、みんなお猿さんの近いところにあるのにね。あるのにね、行けなかったね。うん、そうそう。本当だわ。じゃあまた、じゃあ来年に、来年は、もっと元気に。そうだね、来年はみんなで、どっかまた行ける、行けた動画とか撮りたいね。家族で行って、楽しむことあればいいね。いいね、このままだったらね、年ばっかしいて何も楽しみなくなっちゃう、ね。本当だよね。本当だわ。じゃあ、ごちそう食べて、お正月。そうだね。静かに過ごすかい、正月太りで少し太りたいわ。この顔のシワも伸ばしたいわ。私もだわ。すごい。これだもん。おはい、じゃあ、また来年だね。そうだね。今年一年ありがとうございました。はい、いろいろとありがとうございました。はい、じゃあ皆さんも、良いお年を。はい、カモさんも良いお年を。カモさん、皆さんも。バイバイ。見てくれてありがとうございました。バイバイ。良いお年を。何回言ってんだ。またねー。またねー。ありがとうございました。